細川俊長は、日後日後神殿藩の、第十代の藩主。文政十二年一月二十四日、第八代藩主、細川俊愛の三男として生まれる。嘉永六年五月に、いとこで、第九代藩主の利用の養子となり、安政三年七月二十一日に利用が隠居した、ため、後を継いだ。同年十二月に、十五位師若狭守に助任する。現時元年四月。 神田橋五門番、慶応元年7月、佃島砲台警備などを務めた。慶応四年7月25日、判明を高瀬と改名する。明治二年、同族の宇都藩と共に大原口警護を務めた。明治三年9月4日、廃藩となり、その所領は本家熊本藩に合併された。明治十七年7月8日、死尺に列する。 明治三十四年四月十九日に死去した。去年七十三。側室の玉島は、熊本県氏族、宇津中世の三女、鈴子で、後に本妻となる。長女、同氏は、死者、戸田康康氏氏と離婚後、千八百八十九年に、苦行、延期、将の次男、都文を、婿養子に迎える。都文の妹は、明治天皇の側室、延章子。 年文は学習院と東京専門学校に学び、明治天皇の王女、上宮と周宮の御用係を経て、大田所参考を務めた。その長男は、細川俊久、次男、李さんは、死爵長岡森吉の死跡を相続し、長岡森高と改名した。ありがとうございます。